では包丁の研ぎ方を実際に研ぐところをと順番を説明しながら研ぎたいと思います。これが荒戸です。これは包丁が欠けたりなんかした時に、まあ、よく用いるものです。あとこの砥石の扱いが一番肝心でございます。この砥石というのはもういろいろこう刻みがこうありますけども、砥石でもって砥石を研ぐ、これがなかなかする人が少ないんですね。なんでこう砥石が砥石と当たるかというと、これが新しい真新しいのをあえて持ってきたのはこれ仕上げなんです。これが一番荒戸中仕上げとなってます。この仕上げのこの角が全部そうなんですが、角がもう90度だとせっかく研いだ時にその砥石でもって包丁の刃がパカンと壊れてしまって包丁がダメになってしまう。先とかこっちだと直しやすいんですが、真ん中がそこがパケンとなったらもうその包丁は死んだ包丁として、何か物切る時もスムーズにいかないし、もうダメになります。それが今はあれですが、やっぱり包丁っていうのは値段的にかなりの、やっぱり昔だったら1回の給料では買えないようなものでしたので、本当に大事に大事に扱ってました。ではその荒戸はあまり使わないんですが、一応荒戸も同じようにこう面が取ってあります。あとこれはちょっとこうくぼんでますが、これは自分だけじゃなく職人さんとかにこう使わせた結果こうなってしまったことは確かです。では荒戸を最初、そんなに研ぐもんじゃないですけど荒戸をちょっとやります。荒戸はここでやるんじゃなく、この角をですね、この角とこの角を主に使います。ここのこう使うことによって砥石が楕円形って言いますかね、砲台になる、こういうふうにこうくぼんだりしないと、これは悪い例を持ってきたんです。だからあえてこのあんまり使ってないとこ、ここを使いながら手もこういうふうにやって、常にこう砥石と当たっているところにこう手を当てる、慣れてくればできるんですが、最初はこういうふうに砥石と刃が当たっているところに手を添えて、2本の人もいるし、2本の人も3本の人も1本の人もいるし、親指、まあその時親指でやる人もいるし、普通はこう流水を、水をずっと流しながらです。こういうふうに裏も研いでいきます。でそのいちいち面倒くさがらないで、これを砥石を常にひっくり返す、常にこの砥石をこうやって研いだらまたこうやって、常にこの角を減らしていくように、ここに無理に意識しなくてもこれは自然にこう触っていくもんですから、常にここに集中していく、ここに集中していくと自分の神経が集中していってくると刃物に対してもいつもこう神経になっているってことですね。それを忘れないでやっていただけたらと思います。まずこれが、まあ荒戸を使う、でも砥石は全部この方法を荒戸、中戸、仕上げというふうに使ってきます。でも普通は荒戸はあまり使えませんので、大体はこの中戸もまああまり使えません。自分で、あそろそろだなと思う時に使うだけです。でも一番のやつはやっぱりこの仕上げですね。こう仕上げが一番問題なのが仕上げで、常にまあこれ説明したようにこの角もこうちょっと取っておく、この角ですね、これも取っておく、これ全部やるんですね。これが大事だと思います。こういうふうに仕上げ
仕上げもここに集中、砥石は全部ここに集中ですね。仕上げも同じように、大体日々やるのはこの仕上げで終わりですね。反論もあろうかと思いますが、包丁をあれしてて、この包丁30年使いました、この包丁40年使いましたって言って、包丁が前はこう30何センチだったのが、こういうふうに短くなってるのをいろいろ映像で映ったことはありますが、私がすればそれはナンセンス。包丁はそんなに研ぐもんじゃないんですね。そんなに力、この荒戸で何十年も研げばこういう長い包丁がこういう短くなることはありますが、途中で折ったりなんだりして、それを直したりして、自然な形でそれがこういう包丁がこういうふうにこんなになるなんてことは、私からしたら物理的にそれは、まあ、我々の世界では不可能、まあ、考えられないと思っております。以上、包丁研ぎに関してはここまでです。